どうしたの、新島くん。あの、貸してもらった小説、すごく良かったです。本当？良かった。ちょっと難しい内容かなって思ってたの。何の先生の本は推理系も多いけど、感動系や純愛系も手掛けていて、推理系から入った人でも楽しめる内容になってるの。今度はそっちの方も貸すから読んでみて。はい、お願いします。くっ、部長のやつ新入りと楽しくおしゃべりかよ。いいんじゃね。俺ら基本不真面目部員だし。そうそう、この部にいるだけでメリットあるんだし。んなことは分かってんだよ。だけどよ、調子に乗られるのもあれだしな。立場ってやつはきちっと示しておかねえとな。へっ。あ、そろそろ帰らないと。先輩と話してると時間経つの忘れちゃいますね。うん、私も。新島くんとお話ししてるとすぐ時間経っちゃう。じゃあまた明日、感想を聞かせてね。はい。あの、その、さくら先輩、よろしければ一緒に帰りながらもう少しお話なんて。悪いな、一年。部長はこの後大事な用事があるんだぜ。え、そうなんですか？え、廃部ですか？まあ、部員が集められないとそうなっちまうわな。期限までに最低でもあと3人は入れないと決定になるから、頑張って集めてみてくれ。そんな。じゃあそういうことだから。はい。ごめん、うちの部活そういうとこ厳しくて。ごめんね、そろそろ塾に通い始めなきゃで。無理してまで続けなくてもいいんじゃない？はあ。どうしたらいいんだろう。いや、マジなんだって。絶対誰かいる。あの、文芸部に何か御用ですか？文芸部だ？だよ、空き部屋じゃねえのかよ。失礼しました。せっかくいい溜まり場見つけたと思ったのにな。なえるわ。部員、三人、期日。ちょっと待って。ああ。